あ、スイちゃんが猫吸いしに来た日ではない。うん、また別だね。また別件でスイちゃんとふぶきちゃんと、会うことがあって。で、その帰りとかに、あ、メルうち猫いるよって言ったら、え、寄ってっていい?みたいな感じで。うん。来た。同じ日っぽいけど、別日ですよ。あ、そう、スイちゃん、じゃあその猫吸いの話するか。猫水水星、猫水星か。猫水星と、猫好き吹雪のお話するか。うん。まあ、初めてね、メルの家に二人が来て、だからさ、唐突だったの。もう、この後メルちゃん家行っていい?みたいな感じで言われて、え、いいけど、全然今片付けてないよっていう。マジでさ、唐突だったから。え、なんかさ、この日に遊ぶとかさ、この日に行っていいとか、この後行っていいだったらさ、片付けるじゃん。え、だけどさ、この後すぐ行っていい。この後すぐだよ。メルハウス、この後すぐみたいな。ないでしょ、そんなこと。って。そんな。まあいいけどさ、そう、最近ちょっとメル忙しくて、あんまりお掃除できてなかったから、汚いんだけど、マジ汚いよ、いいって。いいよいいよとか言ってさ、もう玄関ダンボールの山なんだよね。玄関からも汚いから。でもスイちゃん、メルさん、これは汚いよとか言って、だからさ、汚いって言ったでしょ。やだもう、やだやだ。だからあんま見てほしくないんだけど、スイちゃんさ、スイちゃんさ、マジさ、もう姑のごとくメルの家をもう物色しまくって、寝室とかさ、もうチラッチラッ、配信部屋とかでチラッ、え、これ何?これ何?これ何?え、すごーい、これ何するやつって。その間にふぶきちゃん、メルの猫ちゃんとね、戯れてたんだけど、その間にスイちゃんがさ、物色しててさ、スイちゃんって、スイちゃんどこ?おー、メルさん、メルさん、家真っ白だね。そうそう、ちょっとメル白でね、今こだわってて、みたいな。スイちゃんチェック、そう。なんか、メルが猫ちゃんに集中してたら、メルさん、オロナミン C 漬けじゃん。オロナミン C 中毒なんすかとか言われて。ちょっと気づいたらキッチンに行ってさ、冷蔵庫まで、チェックされてて。そんなことあるって。びっくりしたもん。スイちゃんやめて、もう。もう、メルのライフはゼロよ。やめて。スイちゃん。やめて。冷蔵庫の中にシャインマスカット入ってるよ。食べる。あげるから、もうこれ以上やめて。本当に。恥ずかしいから。いや、ほんと自由だった。え、でも、メルの生きてきた中で、初めての経験だったね。うん。初めてだったかも。まあ、何人かメルの家、まあ、今の家じゃないけど、前の人間界に置いてた家とかもあるし、そこに来た人たちも、特に冷蔵庫は何もなかったんだけど、もうスイちゃんレベルで、家を見られたのは初めてだったな。うん、だからさ、水星、恐ろしい子ってなった。あ、スイちゃんがマジで猫に興奮してたからさ、もう持って帰ろうとしてたからね、メルの猫ちゃん。もう飼いなって。飼いな、スイちゃん。飼いなって。いい子だねーとか言ってたよ。スイちゃんもふぶきちゃんも。もういい子だーって。人懐っこいね、すごいって。いや、ほんとにね、人懐っこいんだよ。スイちゃん抱っこしてたし。